皆さんこんにちは、あやかなです。今日はですね、先日撮影でハワイに行ってきたんですけど、その時にこうインスタグラムのストーリーズでいつも出てくれてるアンナくん、あのヘアメイクの島崎アンナさんと一緒だったんですけど、2人とも海外コスメが大好きで、まあ、海外コスメっていう かコスメがすごい好きで、いつも現場でもあれ良かったよこれ良かったよって話をしてるんですけど、今回ハワイに一緒にいた時に毎日セフォラに通って毎日何かを買ってくるっていう生活をしてたんですけど、今回そのセフォラで買ったものたちを紹介したいと思います。はい、じゃあ最初はこれからいこうかな。じゃじゃん、こちらなんて読むでしょう。私これ読み方ずっと分かんなくて、今回のビデオのためにググりました。これウェって読みます。このヘアケアブランド、ヘアケアっていうか、まあ、ワックスとかスプレーとかもあるんですけど、このヘアプロダクトブランドは、こう、すごい、最近海外のインスタグラマーとか、海外のビデオとか、YouTube とかでもすごい出てきて、日本でも、ヘアメイクさんとか、ヘアさんとか使ってる人が多いんだけど、キム・カーダシアンとか、ケンダル・ジェナーとかのヘアをやってる、ジェン・アトキンさんっていう人が作ってて、彼女自身もすごいフォロイングを抱えてるんですけど、こう彼女が作ったヘアプロダクトとても優秀ということで、今回初めてのウェイを買ってみました。ハワイのセフォラで。で、アンナくんもこう撮影中に使ってくれたりとかしてるんですけど、アンナくんが撮影中に使ってくれた中で、これいいねって言ったのがこのウェーブスプレー、今回買ったウェーブスプレーです。で、実は今日これね、始まる前にね、これつけてやってみたんですけど、どうかな。私髪の毛が猫っ毛で癖っ毛なので、結構柔らかいから癖とかつきやすいんですけど、自分でコテで髪を巻いたりとかができないので、こういうウェブスプレーでいつもヘアスタイリングしてます。で、これはシュッシュッシュッていっぱいスプレーして、で、ドライヤーの温かいドライヤーのこうちょっと優しめセット設定のやつでこう温めながら、こういう感じでクシュクシュッとやりました。で、これコテとかで巻いてないんですけど、まあ、寝癖もあるから、寝癖とあとこのこれでウェイのスプレー、覚えたからいっぱいやりたい、ウェイのスプレーでセットしてみました。で、香りもなんかこうザヘアプロダクトみたいな結構強い匂いというよりは、ちょっとこうシャレ感のある匂いなので、香りもすごいいいからおすすめです。はい、ぜひ海外に行った時にはこれ買ってみてください。で、次、じゃあスキンケアに行こうかな。こちらもう使ってるんだけど、ヒーレズのビタミン C が入ってる美容液というかクリーム、これ前ニキビ撃退法のビデオでも紹介したんですけど、ビタミン C がたっぷり入ってるので、昨日ね、インスタグラムのストーリーズで Q&A やったんですけど、結構ニキビ跡で悩んでる人もいて、そういう人にもおすすめです。ビタミン C がたっぷり入ってるから。で、これ塗る時のコツとしては、結構ね、伸ばすとこの液体がすごいサラサラになっちゃうので、私はこういつも2プッシュ使ってるんだけど、2プッシュ出して、他のね、オイルとかクリームとかバームとかだったらこう手で伸ばしてから塗るんですけど、これはここに乗せた後にこのまま指ですくって、こういう感じでこの肌の上で伸ばすようにしてます。結構サラサラってこうすごい馴染んじゃって、ここにつけるときにあんまりこうつけた感じがしなくなっちゃうから、ここから直接私は肌に伸ばしてます。はい。で、ニキビつながりでこちらピンプルパッチというものを、今回このブランドのピンプルパッチを初めて買いました。前髪を作ってから結構おでこにニキビができるようになって、今までおでこにニキビとかできたことなかったから結構嫌なんだけど、メイクさんとか、あとはスキンケアのサロンとかに行くと、あ、前髪作ってニキビできる人いっぱいいるよねって言われたんで、結構自然なことらしいです。でも、こう今4ヶ月ぐらい前髪作ってから経ったから、これが早く落ち着くことを祈ってるんですけど、今回このピンプルパッチ、中開けるとこんな感じで袋に入ってるこのジップがついたパウチになってて、この中にこういうシールが見えるかな、こ
これシールが入ってるんですけど、これを剥がしてニキビがあるところにペタッと貼ります。でこのディレクションにはつけて6時間って書いてあるんだけど、私はハワイでももう結構眉間とか、あとはこの辺とかに大物が結構できてたので、もうハワイでもう速攻使ってきたんですけど、夜寝る前にパチって貼って、で次の日起きて剥がすってやってたんですけど、このピンプルパッチすごい効く。今まで買ったピンプルパッチの中で一番効きました。初日にこれを買って貼った初日に、次の日か、次の日に結構あれちっちゃくなってるっていう感じで、で2日目3日目、このディレクションにはね3日間できてから3日間貼ってねって書いてあるんですけど、どんどんねちっちゃくなるからすごい頼れるなと思って、で今回1回貼ってすごい効いたから、次の日のセフォラでまた買い足して結構多めに今回買ってきました。これをはい、おすすめ、すごい良かった。でスキンケア、違うスキンケアで、こちら、ドランクエレファント、これ最近でよく聞くから気になってたんですけど、今回初めてここのプロダクトを買ってみました。でこちらビタミン A が入ってるクリームになるんですけど、ビタミン A 好きとしてはやっぱチェックしておきたいなと。でセフォラで結構こうおすすめだよって感じで押してたので、あと特にこのプロダクト、これクリームなんですけど、でセフォラのお姉さんもこれすごいいいよって言ってたんで買ってみました。で最近ピーリングをしたので、私がスキンケアクリニックで、だからこうちょっとビタミン A が入ってるものとか、こうちょっと剥がす系のアシッド系のものとかは使えないので、まだこれ使えてないんですけど結構楽しみにしてる。ですごいいいなと思ったのが、これこの箱に入ってきたんですけど、一緒にねこのセラムのテスターが入ってきたの。なんか同じブランドでこう違うもののテスターが入ってるってすごいいいアイディアだなと思って、これ結構嬉しかったです。これも使うの楽しみ。ちっちゃいからね、旅とかにも持っていきやすいなっていう。で同じブランドのドランクエレファントの石鹸、今回ハワイに行くときに自分が普段使ってる石鹸をこう包丁で切って小さい袋に入れて持ってってたんですけど、そういえば旅用の小さい石鹸ないなと思って今回これ買ってみました。でこれ中がこうやって2つ入ってるんですけど、はい、でセフォラに行ったことある人分かると思うんだけど、こうこうやっていっぱいコスメが並んでて、じゃあ買い物終わったと思ってレジに並ぼうと思って、レジに並ぶとそのレジの道なり、レジの行く道にこう棚があって小さいコスメたちがいっぱい並んですよ、並んでるんですよ。なんかこうトラベル用の小さいコスメたちがいっぱい並んでて、そこで結構あこれもいいかもあれもいいかもって結構そこでいろんなものを買っちゃうタイプなんですけど私は。でこの石鹸もそこで買ったもので、2つ、行動が違います。こちら側が、ウルトラマイルドのこういろんなタイプの肌に合う石鹸で、結構ディープリクレンズって結構しっかり汚れを落としてくれるタイプと、でこっちはジェントルなんだけどいろんなタイプの肌に合うんだけど、結構肌をクリアにしてくれてバランスをとってくれて保湿してくれる。であとは毛穴のケアとか、あとは表面についたいらないものとか角質とかを取ってくれるタイプの石鹸になります。なんかこのブランドのスキンケアすごい優秀みたいなので、この石鹸もすごい使うの楽しみです。旅用に買ったんですけど、とりあえず一回家で試してみようかなと思っております。はい、じゃあ次スキンケアで、石鹸いったからこっちにしよう。はい、こちらハービーボアっていうブランド、皆さん知っておりますか？私このブランドすごい好きで、ナチュラル系のブランドさんなんですけど、パッケージングも可愛いし、こうなんかこうプレゼンテーションもすごい素敵で、ブランドの結構大ファンなんですけど、今回新しいものをたくさん買ってみようという心意気、新しいものをたくさん買ってみようということで結構新しく買ったものが多いんですけど、このブランドのオイル私大ファンでよく使ってるんですけど、今回このプリズムっていうナチュラルフルーツアシッドが入ってるタイプのオイルになります。で結構肌をなんていうの、
安定させてくれる効果があるっていう風に書いてあったので、今ちょっとこうニキビとかができるようになっちゃったから今回これを買ってみました。はい。でこれまだね、そのフルーツアシドが入ってるからピーリングした後で使えてないんですけど、使ってよかったらまた皆様にご報告させてもらいたいと思います。で同じブランドのこのフェイスオイル、はい、さっき言ってた大好きなオイルっていうのがこれで、このブランドさん日本にも今売ってる、日本でも売られるようになったんですけど、このオイルだけねどうしても日本で売ってないんですよ。なんか薬事法の関係なのかなと思った予想してるんですけど、このシリーズ3つ他のこれを含めて3つ他の色があるんですけど、私はこの色が一番好きです。ラピスラズリのオイル、この青いオイルとかよく見たことあるかなと思うんですけど、このオイルが一番好きです。ね、なんていうかな、こうね、保湿をしっかりしてくれて、こう内側から肌が輝くようなニュアンスを与えてくれます。なんていうのかな、こうね、鮮やかになるっていうか、肌がこうわーってこう神々しい感じに肌がなるんですよ。でもちろんすっごい保湿もしてくれるから、次の日にあ、やっぱこれ塗るとすごい肌が潤うなっていうのを本当に感じるオイルで、これ私リピート何回してるかな、これ多分5本目ぐらいだと思うんですけど、一番最初はニューヨークで出会って、でそれからずっとリピートして家に絶対あるスタメンのメンバーの一人です。はい。でスキンケアは以上だから、じゃあ次はコスメに行きたいと思います。メイクアップコスメ今回もいっぱい買ったので、はい、じゃあまずはファンデーションからいこうかな。はい、こちらサンローランのスティックタイプのファンデーション、これ前にもおすすめしたことあるんですけど、なんでわざわざセフォラで買ってきたのっていうと、日本では展開してない色があるんですよ。結構このスティックタイプの、このスティックタイプのファンデーションも結構いっぱい色があるんですけど、日本だと多分5色か6色ぐらいしかしてなくて、で私 B40 って色を使ってたんですけど、結構ねテクスチャーも好きだし、すごい好きなファンデーションなんだけど、色がちょっとだけ合わないなと思ってて、で今回セフォラでこれ B45 を買ってきました。でファンデーションなんですけど、やっぱ自分の肌の色に合ったものを選んでると、こうトーンが一緒になるので、肌がやっぱすごい綺麗に見えやすいので、自分に合ったファンデーションを見つけるの、こう自分の色に、肌の色に合ったファンデーションを見つけるのってすごい大事だなと思っていて、でさっき話したみたいに、あ、このファンデーションのテクスチャーも塗り心地もすごい好きなんだけど、自分に合う色がないなっていうブランドさんがあった時は、こう海外のコスメサイト、もしくは海外に行った時に自分に合う色を探すのをすごいおすすめです。私ももう一個サンローランのリキッドファンデーション前にもおすすめしたことあるんですけど、ラディエンスっていう、ラディエンスアウェイキングファンデーションだったかな、それ使ってるんですけど、それも日本で展開している色が私に合う色がないので、それも海外でいつも買ってきてます。なのでぜひ海外に行った際には自分の色に合う、黄、なんかこう黄色みのある色と、あと赤みのある色と、あとこう明るい色と暗い色って言って、結構4方向に色が展開されてるので、海外だと。でセフォラとかは特にファンデーションの色味の品揃えがすごいしっかりしてるから、ぜひ自分の肌の色に合う色を見つけてみてください。はい、ちょっと興奮しすぎた。はい。でファンデーション、同じくファンデーション、こちら初めて買ってみました。このイリアっていうファンデーションなんですけど、アンナ君とこうファンデーション、新しいファンデーション欲しいよねって言って結構いろんなファンデーション試してみたんですけど、私の中で一番ヒットだったのがこのイリアのファンデーションです。これ多分ナチュラル系のファンデーション、ナチュラル系のブランドさんだったと思うんですけど、これねリキッドタイプなんですけど、結構ね湿度がある感じ、結構ね潤ってくれる、こういう伸びが良くて、こういう感じでどんどん伸びてくれて、肌がねすごい潤ってくれて、でこうなんていうの、肌のね統一感というか、こう均一感みたいなのがすごい出るんですよ、このファンデーション。
で、昔に紹介したセルボークのファンデーションってあると思うんですけど、結構テクスチャー的にはセルボークの、あのファンデーションに近いです。こういう感じで綺麗にね、綺麗なツヤ肌になってくれるんですよ。これすっごいおすすめで、でセフォラに行った時にこうファンデーションってこう実際にこう塗ってみないと色が分かんないから、この辺だけちょっと塗って試してみたんですけど、その時もすっごい綺麗で、でこれ今回からちょっとスタメン入りしそうなファンデーションです。はい、よいしょ。あ、これね、今こっち塗ってティッシュでこうやって拭いたんですけど、こっちの手の方が塗ってないこの手の方よりしっとりしてる。このファンデーションの保湿力すごいかも。楽しみ。はい、もう使ったことあるんだけど、なんかこれから使っていくのが楽しみだなと思って。はい、じゃあ次、どれからしよう。いこうか、これにしよう。カジャ、最近結構話題になってるこのカジャのコスメたち、ポップで可愛くてガーリーで、こういう風にパッケージングも結構可愛くて、コンセプト、そのプロダクトのコンセプトもすごい可愛らしいブランドさんなんですけど、例えばこうスポンジがハート型になってて、チークをこうやってポンってつけるとここがハートになるっていう、でそれを伸ばしてチークにするとかっていう、結構可愛らしいコンセプトのメイクの、あ、可愛らしいコンセプトのブランドさんなんですけど、今回この3色一緒になってるアイシャドウを買ってみました。ピンク系のこっち1色目がこれで、2色目がちょっとこう色が濃くなって、でよ、3色目がこんな感じでちょっと濃い感じで、ここのブランドは結構ラメがこうしっかり光ってくれる、結構わっていう印象の強いラメなんですけど、このねアイシャドウのテクスチャー結構サラサラしてて、でもちょっとこう湿度があってしっとりしてるんですけど、しっかり光ってくれます。なのでこうちょっとパーティーとか行くときにいいかなと思って今回これを買ってみました。であんまり普段ねピンク系のアイシャドウを塗らないんですけど、赤とかは使うんだけど塗らないけど、今回新しいコスメを買おうっていうあれだったので今回ピンク系買ってみました。でこういう感じ、これが一番濃い色で中間でこれが白、結構ねしっかり光ってくれるので、こうキラキラしたコスメが好きっていう人にはおすすめです。でこのカジャコスメ何がいいって、結構コスパがいいんですよ。結構ね安かったの、このねこのアイシャドウいくらだったかちょっと覚えてないんだけど、結構どのコスメも、あ、すごいリーズナブルだなっていう、だからこう新しい色とかに挑戦したいときはすごくいいのかなと思います。はい、で次は私の大好きなブランドです。今回もこのブランドで3つアイテムを買ってまいりました。